たなる目覚まし今日も始まる世界深い息吸い込み深呼吸を3回開けるベランダ目に壁はデージ高いいつかの安らぎ思い出せず狂い出す視界と社会機械と世界未来を破壊愛へなわちゃパランパランパンあれを見てみ海の上に見たりずらりその下に埋もれた魚たちの瞳気がついて取れてばかりいないで再び手を取り合って踊れる日を待ちわびてるのに蹴落とし合ってひしめき合って誰もがみんな今日を生きてる昔は確かにあったはずだろう夜空に今日も雲がかかる流れ星を盗んであの子はどこにジャングルさの後ろをついてくあれはわやたがややたがまやたが果てしない時を感じてまたあの丘に立つ時何が見えるバナタツミガジャンクルサー追いかけた日々お届けしております。観光情報番組ゆくるリゾート、この番組は楽しいがいっぱい体験王国紫村の提供でお送りします。Thank you.
観光情報番組ゆくるリゾート、本日もここ紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしておりますよ。いやー、読谷村高潮上空相変わらず曇ってますね。はい、サテライトに向かってる最中は雨もね、しとしとと降ってて、今は雨は降ってないんですけども、皆さんが、今いる場所はどうでしょうか。読谷村といえば、木曜日、昨日から、ね、読谷飛行場、まあ、新しく道が開通して、ね、信号もまあ設置されてるんですけども、ただ、ね、慣れない、道を運転する、でその場所を、まあ、視界が悪い中運転するというのは非常に危険ですので、ね、こういう雨の日、車のスリップ事故も多いと思いますので、ぜひ安全運転に気をつけて、はい、その場所を通りになってくださいね。まあ、その場所に限らずなんですけどもね、よろしくお願いいたします。さあ、時刻は、もう間もなく9時18分になろうとしております。続いてはこのコーナーです。さあ、このコーナーは私の視点で見た沖縄のあれこれを好き勝手に喋っていくコーナーです、ね。そして皆さんからいただいたおすすめスポットメッセージもあれば、このコーナーで、まあ、紹介していくわけなんですけども、その名も沖縄あれこれルーチュイムニーのコーナーでございます。よろしくお願いします。さあ、今日で、3回目となるルーチュイムニーのコーナーなんですけども、まあ、沖縄の観光名所だったりね、いろいろと紹介してきたわけなんですけども、まあ、オープニングでも話した今日、ね、この梅雨の時期がそろそろやってくるのかなと、まだ梅雨入りはしてないんですけども、このジメジメした感じが、ね、梅雨を本当に思わすような感じなんですけども、これでちょっと面白いちょっとデータを入手したので皆さんにも教えたいんですけども、まあ、沖縄といえばね、青い空と、ね、青い海、本当にもう、南国沖縄っていうイメージを持ってるこの県外の方非常に多いと思いますけども、本当に暑いイメージがあるのがここ沖縄だと思いますけども、この年間の、雨量が多い都道府県、曇りが多い都道府県、なんと沖縄何位だと思いますか、全国で、ね、何位だと思いますかって誰もいないんですけどね、まあ、聞いてる今そこのあなたに問いかけてるんですけども、沖縄なんと全国で35位ということで低いね、びっくりだよね。ちなみに1位が山梨県だそうです。すごいね、雨と曇りが一番多い県が1位山梨って、想像もつかないね。第2位が高知県で、3位が、宮崎県というふうに入ってます。はあ、沖縄なんか上位に入っても良さそうなんですけどね。冬はまあ曇りが、まあ、多い気もするんですけどもね、まあ太陽が晴れていたら、まあ、沖縄のこの空と、ね、海が青々しく本当に綺麗に映るんですけども、まあ、曇ってたらちょっとね海の青もねなかなか見ることができないんですけども、やっぱり沖縄っていうのは晴れが一番似合うなと、うん、思うわけなんですけどもね。いやでもこの湿気やだな、うん、夏が好きとは言ってるもののカビが生えてくるんだよ、カビルンルンたちがやってくるんだよ、またこの吹いても吹いてもねカビルンルンはやってくるわけなんですよ。彼らが大好きなこの梅雨対策ね、ぜひいい方法があったら教えてほしいなと思いますけどもね。さあ、それとはまた別に沖縄のスポットといいますでしょうか、私がね見た沖縄のいいところ、こっち行ってみてくださいというところをねいくつか紹介したいと思いますけども、まず一つこちら南城市、
1年にあるですね、神々の、ね、住む場所と言われておりますセーファー歌姫、はい、歌姫というのは、神様が、まあ、君臨する聖地のことを言いますけども、でそのセーファー歌姫、琉球王国時代からね、非常にね、この王様だったりその位が高い人たちが、線香を掲げて、ね、ウートウトしにいて、今でもまあ多くの方が訪れる宇多木聖地なんですけども、まあ、琉球開化の中でこの国が7つの宇多木から出来上がったとも言われているということで、その中の一つがセーファー宇多木と言われておりますけどもね、すごいね。でその7つの宇多木の中でも琉球王国最高の聖地とされているのがこのセーファー宇多木と言われておりますけども、ね、このセーファー宇多木、ちょっと岩と岩の間、小さなトンネルみたいなものがあるんですけども、そのトンネルを抜けて、まあ海が見渡せるんですけども、そこから久高島がまた見えるわけなんですけども、まあ、久高島といえばね、本当にいいとこですよね。神様がいるというふうに、ここから琉球王国を作っていったというね、まあ、神話もあるわけなんですけども、なんか行くだけでパワーがもらえるというか、自然の空気以外のね、何か力をもらえる場所、こちらセーファー宇多木、ね、ぜひ皆さん遊びに行かれてくださいよ。でこのセーファー宇多木、入り口の方にも、ね、資料館もありますので、こちらの方でその歴史をね勉強することも可能ですので、はい、ぜひ時間がある方はセーファー宇多木南城市に行かれた時はぜひ寄ってほしいなと思います。そしてこちらは、まあ、全く逆方向になりますよ、はい、こちらはヤンバルの方になりますけども、金剛石林山、ね、ちなみに私この金剛石林山前までは行ったことあるんですけども、まあ、時間の都合で行く機会がなかなかないんですけども、まあ、その駐車場からも見えるこの岩のね、神秘的な、まあ、なんだろう、芸術的なさ、岩の並びっていうのはすごく圧倒されるんですけども、まあ、長年をかけてできた世界最高のですね、カルスト地形と言われてるそうなんですけども、2億年前だそうですよ、この地形は。沖縄にこんな場所があったのかというふうに思います。なんか沖縄っていうイメージより、なんかもうこういう岩、自然が作り上げた芸術を見ると、岩、沖縄のイメージというより、なんか世界、地球のイメージをね、してしまいませんか。まあ本当に世界にはいろんなね、人間が絶対に作り上げることができない場所というのはあると思いますけども、沖縄にもこういう場所があるということで、こちらは、国頭村の、ディナマ、はい、ディナマといえばディナマトンネルもありますね。国頭のディナマにある、まあ本郷石林山なんですけども、こちらね、ヘド岬に、うん、行きながらも行けますので、ね、ぜひこちらの方にも足を運ばれてください。そして何がいいかというと、まあ、お年寄りや、まあ、車椅子の方もゆったり楽しめるバリアフリーコースもあるということで、こちらおすすめでございますよ、ね、みんなで楽しめる、ね、この自然が生み出す自然の神秘をみんなで楽しめる場所ということで、ぜひ、金剛石林山もいいと思いますので紹介しました。そしてもう一つ紹介しますよ、紹介しますよ、紹介しましょう。こちらは沖縄の中部にありますね、伊計島、まあ、伊計島に行く際には、まあ、海中道路を通って、辺座島を通り、ね、宮城島を通って伊計島に行くんですけどもね、え、もともとは橋が開通する前はもちろんこの島だったということでね、本島に行くにはもちろん船で行ってたわけなんですけども、今ではまあこの海中道路もありますし、船が架けられてますので、すぐに車でねドライブがてら行くことはできるんですけども、この伊計島、またこの伊計島もね、与那国半島にあるんですけども、
池島から見るまたこの海も非常に綺麗ですよね、まあ、東も西も沖縄はどこを見ても綺麗な海が広がってるなと思いますよ。この池島、まあ、リゾートホテル奥の方にもあるんですけども、このホテルに向かって右側に歩いていくと海岸が広がってましてね、まあ、なんだろう、自分に合う場所っていうんですか、お探しに思いっきり、ね、その場所を探して立ち止まって思いっきり深呼吸をすると、また自然と一体化になるというね。沖縄贅沢だよね、こんなって考えたらね、自然と一体化になれるっていうのはね、非常にありがたいわけなんですけども、でこの場所、沖縄の東にありますので、この日の出を見ることも可能なんですよね。初日の出を見に行く方も、いっぱいいるということでね、まあ朝の一発目の太陽の光を浴びにね、ちょっと早起きして池江島に行って太陽の光を浴びて今日の一日スタートというふうにもいいかもしれませんけどもね、まあ、池江島に、まあ、向かう際には、まあ、先ほど言ったように海中道路もありますし、で海中道路を通って右手の方には浜比嘉もあるんですけども、あ、ちょっと知らない人も多いだろうな、浜比嘉の話、これはちょっと来週しましょうね。なんと浜比嘉にはもう一つの部落があるというのをご存知でしょうか皆さん、はい、こちらのちょっと詳しい情報はまた来週のこのルーチュームニーで紹介したいと思いますので、はい、楽しみにしていてください。というわけでこのコーナー、私から見た沖縄のあれこれを紹介するコーナーでございました。また来週もお楽しみください。さあ皆さん行こうよ、青空の下を歩こうよ、まだ見えない先の向こうに。あなたも沖縄を体験、紫村情報。わあやたがややたがまやたが。あなたも。観光情報番組ゆくるリゾート、今日もここ紫村サテライトスタジオから生放送でお送りしておりますよ。紫村上空、読谷村高潮上空、先ほどから変わらず、曇り空なんですけども、ただね、遊びに来た家族かな、楽しそうな家族もいっぱいいますけどもね、はい、楽しんで帰ってください。さあ時刻はもう間もなく9時31分になろうとしております。続いてはこのコーナーです。あなたも沖縄を体験、紫村情報。華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのが、楽しいがいっぱい体験王国紫村でございます。ねえ、空は曇ってても
歩くイケメンの笑顔はキラキラと晴れ晴れとしております。さあ私の隣に来ております国吉潤さんです。おはようございます。はい、おはようございます。潤さん、はい、ジメジメしてない？そうですね、ジメってますね。ジメってるってなんですか？ジメジメしてますね。はい、なんかジメジメしてても、うん、潤さんだとなんか晴れ晴れとしてるけど何かいいことありました？いやー、毎日いいことだらけで、うん、困るぐらいです。あ、そうなんだ。はい、あ、もうね、こういう時期だろうが何だろうが、はい、観光客の皆さんが楽しんだ昨日なんて、うん、読谷のあのファーマーズのとこですか、はいはい、道が開通しまして、開通した、ね、よかったですね。は二車線、二車線ちょっと待って、4車線さん、はい、今開通したからなんか紫村につながる話をする。紫村に来るのがとても早くなりましたね。え何言ってるのあなた、まあ、もしかしたらあるかもしれないですね、はい、いや、はい、なぜロイタンソンの、道の開通の話をしたのか未だに不思議なんですけど、はい、あそこ、まあはい、ちょっと通ってるので、はい、おお変わったなと。ジュンさんどうしたの？はい、全然、うん、じめってますから。もう意味やから話し詰めましょうね。はい、全然じめってるからね、意味わからないですけど、ね、ジュンさん、はい、話はガラッと変わりますけども、紫村なんか修学旅行生も今式多いということで。そうなんですよ、なんか新年度なのに修学旅行ってなんか、そうですか、我々の時代ではそんなになかったと思うんですけど、はい、ちょうど中学生の皆さん、うんが、今の新年度もう新学期入ったらすぐ、おうおう、あの中学生の修学旅行がスタートするっていう感じで、はい、まあ、高校生も若干ありますけども、まあ、なんかさ、うん、ごめんね、これは個人的な意見なんだけど、はい、すぐ新年度ってなったら友達もそんなに、そうなんですよ、そうなんですよ、修学旅行行ったら、はい、違法なあならんかって思うんだけど、うん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 、あ、逆にこれで、そうですね、これでまあクラスみんな仲良くなっていくっていう感じがやっぱありますので。ごめんね、いい方なって。なのでやはりまあ体験、我々100種類以上、うん、あの体験が行えますので、まあ、それぞれあの事前に生徒の皆さんは、うん、あのパンフレットなど資料を私どもからお送りして、なるほど、はい、それからまあ選んで、自分はじゃあ何の体験をしたい、自分はシーサーを作る、自分は瓶型をする、焼き物をするっていう感じで選ぶんですが、はいはい、それはやはり、新学期入ってすぐなので、うん、前年のやっぱり学期で、はいはい、あの1年生の時に選ぶ、はいはい、1年3学期で選んで、うん、やっぱ決めてくるわけですよね。あ、そうか、前の段階でってことなんだ、はい、そうそうそう、進級する前になので、お、結構こちら来て、うん、まあ、年度またいでるので、はいはい、休みも明けとかなので、うん、自分が選んだのをちょっと若干忘れたことかあるんだ、やっぱり、はい、僕何選んだかなみたいな、そう、はい、感じの子とかもいながら、はい、でまた先生方も、うん、この集計を取るのに、はい、やはりクラス替えが決まってからじゃないと選べないとかいろいろあってですね、そうなんだ、ちょっと皆さんあのパタパタしながら、なるほど、ね、沖縄に楽しみに来る傾向もありますけども、はい、なるのかな、そうですね、なのでこういうも深めながらゆうたくんしながらね、これでじゃあ4月5月は多くなるわけなんですね、はい、これ県外も県内も一緒ですか？ですね、やはりまあメイン県外の、はい、修学の皆さんで、そしてまたあのホテル紫村、はい、私どもありまして、うん、そちらに今修学旅行生もまた宿泊という形でですね、ちょうどまた昨日からもはい、いるんだ、ちょうど今宿泊されてまして、でまあ夕食とかですね、こちらまた目の前のレストラン大気のお隣にあるくくるホールという、はいはい、まあ、ちょうど大きいホールで食事皆さん取られますの で、うん、でそれがやっぱ終わるとまた学校全体のですねレクっていう形で、昨日はですね夜まで盛り上がってましたね。へ、そのレクができる会場も、そうですね、まあ、食事会場ですね、一旦またテーブルとかを避けてその会場になりますけども、舞台もあって、そうです、そうです、でまたこちらから紫村からまたおもてなしということで、うん、エイサーを披露したりとか、ほう、三振ライブを贅沢だ、ね、夕食の間にしてあげて、もうほぼ時間をですねいかに有効活用して食事中に、ね、はい、こういう芸能ショーも見ながら沖縄楽しん でその後はまた学校全体のレックを皆さんで行って、はい、ワイワイ楽しんでいましたね。丸ごとがっつり沖縄を楽しめる、はい、
体験王国紫村。そして今日はまた朝から体験学習ということで、それぞれまたやってるんだ、好きな体験に、はい、入っていきます。ちなみに101の体験があるわけなんですけども、はい、まあ、ずっと皆さんにはもうね紹介してて、皆さんもご存知とは思うんですけども、どういう体験があるのかというのを、ね、はいはい、また改めて潤さんにお聞きしたいんですけども、はい、潤さんがおすすめする、まあみんなおすすめなんですけども、はい、特にこれは本土の方に人気があるよという体験とかあったら紹介をお願いします。そうですね、はい、でなんだかんだ一番人気なのはやはり沖縄と言って連想できるですね、はい、沖縄の守り神シーサーですね。アイアナでシーサーの、まあ、色付けという体験はですね、本当、うん、小さいお子さんから、まあ、大きい大人まで、うん、皆さん、年齢関係なく楽しんでいただける、オリジナルの自分だけのシーサー、はい、そうなんです、うん、に色を塗っていってで完成。そっかそっか、はい、で完成後はそのままお土産というか、はい、お持ち帰りいただけます。これシーサーを、まあ、色付けだったらもちろん作られてるやつに色をつけて、はいはい、まあ、本当に30分もあれば乾くと思うんですけども、はい、シーサーを作るとなるとやはりこの焼かないといけないじゃないですか。はいはいはい、すぐこの日に焼いて手渡しっていうのは可能なんですか。そうですね、やはり焼き物でのまたシーサー作りもありますが、うん、そちらの場合はやはり、その日でお持ち帰ることはできなくてですね。あ、なるほど、はい、やはりこちらでまたお預かりして、そしてまた、はい、工程をですね踏んで乾燥させて釉薬薬をかけて焼いてっていう形になりますので、うん、はい、そして、後日、まあ、郵送という形で、なるほど、ね、はい、お送りする。郵送もしてくれるわけなんですね、はい、また県内の方であればですね、体験してまたその完成後ご連絡差し上げて、うん、で取りに来れるんであればまた取りに来ていただければ別に、はい、送料等はかかりませんので。やっぱシーサー作りは一番なんか沖縄に来て、はい、みんな本土の方が、うん、そうですね、興味があるというか、はい、でシーサー作りもこういった形で、素焼きの、まあ、色付けであったり、はい、でまた漆喰という素材で作った、うん、まあ、色付け製作で今度、漆喰ね、はい、焼き物の、はいはい、まあ、制作ですね、うん、そしてまたオーブン粘土とかで、ね、うん、ストラップ作りがあったりとか、はいはい、シーサーという一つの体験でも、まあ、種類はですね、うん、また選べますのでいろいろですね。なるほど、あ、シーサー作りでもいろんな、そうです、種類のシーサー作りがあると、はい、で手作り以外にもなんかいろいろな、そうなんですよ、あるんですね。なのでそこの中から、はい、うん、お好きな、まあ、見本とかを見ていただきながら、なるほど、はい、気に入ったものを実際に体験していただくんですが、その体験時間はですね、うん、またお客様が来られた時間でスタートすることは可能ですので、はい、ほうほう、なのでお客様がまあ9時からオープンして、9時に来ていただければ9時からスタートしますし、うん、またお昼12時に来ていただければ12時からスタートという形になります。時間に合わせて体験できる、そうです、はい、非常にいいですね、はい、あと、はい、こういう体験もあるんだと思ったのが、うちなの家庭料理教室、はい、例えばチャンプルーだったり、はい、ジューシーめ、はいなんか沖縄そばのそば打ち体験もできるというか。そうなんですよ。何これ料理を体験させるってこと、はい、沖縄料理を。そうです。私は沖縄そばお好きだと思うんですが、そばを打ったことはありますか。ない、そば打ちはないですよね、うん、なので、まあ、沖縄県民の方もですね、なかなか体験、身近にない体験だと思うので、う、ね、こちらはまた、はい、県外県内問わず人気の体験になってまして、うん、まあ、沖縄そば打ち体験、自分で実際にこの麺を打ってそれを、はい、食べていただくと。実際にじゃあ、はい、だしも自分で作って。だしはですね、こちらで準備している形になりますが、このまあ麺作りですね、はいはい、沖縄のですね麺作りを、はい、実際にも作ったものはみんなで美味しく召し上がるというふうになるんですよね、はい、チャンプルーとかジューシーとか、まあ、はい、沖縄に関する料理だったら何だろう、味噌汁系だったら何、はい、アーサ汁とか。そうです、そうです、はあ、サーターアナギーとかも、まあ、サーターアナギーもお菓子もデザートとしてですね作りますし、まあ、沖縄家庭料理ということでゴーヤーチャンプルーであったり、へ、はい、ちなみにこの料理を教える方っていうのは、うん、スタッフがいるんですか。このスタッフがですね、うん、また紫村の一つ特徴でして、うん、やはりまあ学生の皆さんのところも多いですので、はい、この体験を通して一番まあ紫村が、うん、目指しているというか、うん、重視している部分はこの交流ですね、はいはい、この人と人との、はい、うん、触れ合い交流ということで、この教えるスタッフは、うん、この地元にですね、この登録していただいてるんですけども、はい、人材の一般の方ですか、はい、このもう本当お母さん方、へ、この地元の、まあ、婦人会活動とかそういう方で活躍している方々に、なるほど、
お願いしていまして、間違いないね。じゃあね、でこの体験が入るとこのお母さん方がこちらへ来て、うん、でこういうまあ体験会場調理室みたいな場所は紫村の中にありますので、こちらの場所を使ってで一緒にまあこの体験を実際にお客様が来てこの地元のお母さんと一緒になって家庭料理を作ると、沖縄のお母さんの味をですね教わりながら、そうするとまあ沖縄のこの歴史というか食文化に関してとか、まあ沖縄家庭の一般の製品話だったり、まあ楽しいこともいいね、会話をしながら交流も深めながら楽しんでいただいてるという形です。今ちょっとお母さんのこのね沖縄のお母さん手料理、うちな料理で思い出したことがあるんですけど、私が前勤めてた会社、まあ、食に関する仕事をしてたんですけども、はいはい、この取引先の、はい、この総料理長に言われた一言が今でもずっと残ってるんですけども、はい、世のお母様方が、はい、母ちゃんターが、はい、美味しいと思うお米を持ってこいって言われました。それを料理総料理長に聞いたら、もうとても有名なホテルの総料理長に言われたんですけど、はいはい、なぜですかって聞いたら、はい、どんなに我々が手作りして作ったとしても、この味付けとかね、うん、やったとしても、沖縄のお母様方が作るうちな家庭料理には及ばないって、はい、総料理長に言われた時にさ、なるほど、何なんだと思う言われたことがあって、うん、今純さんのこの話聞いてちょっと思い出したんだけど、はいはい、とっても大きかったね。そうですね、うん、美味しい料理はね、うちのあの母ちゃんターが、はい、が作り上げる料理を一緒に食べれるっていうのは貴重だなというふうに話を聞いて、おじさんは思ったんだよ、はい、そうですね、紫村はいろんな体験ができるんですね。はい、料理もできる、シーサーも作れる、うん、デートボール体験もできる、はい、これもまた交流ということで、交流、おじい、地元のおじいおばあとですね交流、うん、で紫村の中には、うん、このゲートボール場もありまして、はあ、この地域のですね、まあ、こちら高潮になりますが、高潮の老人のこのチームがですね、うん、もう何十チームってあるんですよ、その方々がもう予約制でこっちに入ってますので、ゲートボール場おじいターがそのもう毎日やっているような形のところに体験入ると、子供たちをですね一緒にあの参加させてもらって体験を、はい、いいな、もうもう方言とかもない体験ないんじゃない紫村、はい、ね、もう本当にみんなが楽しめる体験王国紫村、ね、楽しいがいっぱい詰まった体験王国紫村。お問い合わせ電話番号は958-1111、 958-1 が4つということで、ぜひ小さなことでも構いませんので紫村にお問い合わせよろしくお願いします。というわけで紫村情報でした。じゅんさん、ありがとう。ありがとうございます。
波の音が聞こえるけどジメジメもしてるね。さあ9時47分でございますよ。早いものでラストの枠でございます。ラストの枠も国吉潤さんに残ってもらって一緒に、ね、最後までお届けしますけども、潤さんよろしくお願いします。お願いします。潤さん、はい、ジメジメしてる梅雨にもそろそろ、うん、まあ、入る、まあ、ゴールデンウィーク明けぐらい、ね、明けぐらいですよね。毎年そうなんだけど、はい、梅雨対策って何かある？なんか安くでできる梅雨対策って。梅雨対策ですか？うん、まあ、クーラーとかつけて湿気を飛ばすっていうのはお金がかかってしまうじゃないですか、電気代が。あそこ、はい、なんか金がかからないなんか梅雨対策ってない？なるほど、やはり気持ちじゃないですかね。はい。ジメジメしてるけど、いや全然ジメジメ感じないなと。今日もすがすがしいな。自分に聞かすと、はい、気持ちの持ちようだと思いますので。なるほどね。ジュンさんはじゃあ毎年そうしてるの？そうですね、朝起きてあー今日も気持ちいいって思えばジメジメなんて。あーそうなんだ。気持ちの持ちようという人は初めてでした、ね、あそうですか。なるほど。やっぱそこのところがジョンさんのこの笑顔を作り出してるのかな。いい、ね、じゃあ暑くても寒くてもジメジメしてても、はい、何でももう、それを逆に楽しんじゃおうと、うん、お楽しむ、はい、あジメジメしてる今日ちょっと部屋もまとまるなみたいな。バサバサしないなっていう。まとまらんだろう、ね、みずみずしいなみたいな。なるほどね、はい、あなるほど、逆手にとって楽しむと。さすがですね。じゃあ潤さんから学んでいくことにします。ありがとうございます。潤、はい、さんで、潤さんこの梅雨の時期もそうなんですけども、はい、来週から早い、はい、まあ、企業個人では、まあ、YouTube を撮ってゴールデンウィークも始まるということなんですけども、はい、紫村でゴールデンウィークの何かイベントも企画されてますか？はい、紫村はですね、はい、4月の27日ウリハ、はい、まさに来週の土曜日から、5月の6日、はい、この10日間をですね、紫村のゴールデンウィーク期間としまして、はい、父と子の約束ゴールデンウィーク、思い出輝く10日間。父と子の、はい、父ちゃんと、はい、やっぱりゴールデンウィーク休日、やっぱ子供たちお父さんと、はい、やっぱどっか行きたい、なるほど、遊びに行きたいという思いで、毎日頑張ってるお父さん忙しくてですね、なるほどね、遊んであげられてないと思いますので、子供たちからゴールデンウィークはどっか行こうよと、あなるほど、いう形で来ればですね、お父さんに優しい紫村、ぜひ紫村に来ていただいて、そこで、父と子でですね、まあ、シーサーを作ったり、あいいねいいねいいね、まあ、この体験ものづくりを通して父と子の思い出をですね、はい、深めていきましょうと、あいう形で10日間設定させていただいて、いい、ね、もう100種類以上の体験で皆様をお待ちしておりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと。なかなか、母ちゃんターをね、はい、まあ、子供と一緒にね、いろいろお話とかして、はいはい、交流もあると思うんですけど、父ちゃんっていうのはなかなかないからね。そうですね、毎日頑張ってますからね、外で実際にね、はい、何も言わず黙々と頑張る父ちゃんと、はい、ね、いい機会かもしれないですね、そうですね、こういう紫村 で, すで、またあの園内にですね、この昔ながらの遊具コーナーっていうのを設けますので。遊具コーナー、はい、まさにあの昔の懐かしい竹馬とか、あなるほどなるほど、カンカンでちょっと遊んだりとか。じゃあベーゴマなんていうのも。ベーゴマないですね。ないでしょう、やっぱりな。そっからのベーゴマだと思ったらまさかのないと思う。なので竹もなかなかね、もう乗る気がないと思うので、そこでお父さんがですね、見本を見せてあげて、あーいいね、はい、子供に教えてあげると、そういうちょっと触れ合いを。幼稚園の時に父ちゃんが竹馬作ってくれたら、ね、ああいいですね、あいいですね、そういうのをちょっと思い出しながらですね、まあ、この10日間しっかり、うん、あの準備してますので、毎日来てもいいね、ま、はい、うん、まあ、他の休日ね、はい、いろんなとこ行ってもらって構わないですけども、うん、まあ、10日間ありますので、そうだ、ね、増田さんみたいに忙しくても1日ぐらいは紫村にお越しにいただける時間が作れるのかなと思って、うん、ね、はい、待ってますので、浴びとかんねえぞ。ぜひ皆さん、はい、家族みんなで遊びに来てください、うん、予約も必要ですか？はい、体験ですね、基本予約はですね、うん、ゴールデン期間、はい、混み合うのがやっぱり予想されますので、うん、皆さんも順番でちょっと受けていきますので、なるほど、もうこちら来てから、まあ、選んで、まあ、ちょっと混み合っていただいて
時はまあ少し待っていただいて、うん、はいはい、その順番を待っていただいて、その待つ時間もですね、竹馬とかで、ね、はい、楽しんとか、はい、いただければ、はい、混み合っていただいてって勝手に混み合うまあ今本当に楽しいがいっぱい詰まった体験王国紫村、はい、ね、親子の交流も深められる、はい、まさに沖縄ならではの体験が詰まった紫村、ぜひゴールデンウィークもご活用ください、はい、レストラン待機で美味しい食事もできます。そうですね、はい、よろしくお願いします。観光情報番組ゆくるリゾート、この番組は楽しいがいっぱい体験王国紫村の提供でお送りしました。さあじゅんさん、はい、いきましょう、はい、イケメン今日の一言どうぞ。ビッグカンパニーよりグッドカンパニー。何ですかそれ。大きい会社、素晴らしい会社ありますけど、はい、僕は大きい会社よりいい会社を作りたいです。素晴らしい、今日も頑張っていきましょう皆さん。あー素晴らしい、歩くイケメンはそこのところが違うもんねちなみに、はい、じゅんさんが思う、はい、沖縄のいいところ一言で。うちなちむぐくる。また来週。ありがとうございました